前回の続きの局面から解説したいと思います8、えー、号飛車戦法に対して6-8玉型で構えた時の戦いについてです、えー、前回はこの局面6-8、えー、玉の基本図から5-5五五飛車と回る、まあ、松尾流と呼ばれる戦いについて解説したんですが今回は7-5歩という手を解説したいと思います、えー、この7-5歩という手はですね えー、高橋道夫九段が非常に得意としていて、えー、公式戦でもかなり採用している、まあ、連戦している形ですね。で7五歩に対して同歩と取るのは同飛車と取られましてこれ前の講座の時にも話したんですが7筋を同歩同飛車というこの形にしてしまうと先手がちょっと辛いと。飛車がダイレクトで通ってきますし。 いつでも4号桂の援軍が来たりもしくはですね先手が何かパスすると5八玉型の方がもっと効果は高いんですが6八玉型でも角交換ができるとで同銀に対して4四角のような手がありますねで飛車が逃げると8八角なり同金7九銀5八玉8八銀 な、まあ、りかならずか難しいですがと取っておいてまあ、えー、後々飛車の突破も狙えますし軽香も補充ができるというので、まあ、これはですね先手にとって辛い戦いとなりますですからまあ例外はあるんですが、えー、この横歩取り特に8五飛車戦法の時に7五歩と突かれて 同歩と取るとちょっと先手が苦しくなるという風に、えー、覚えておくと良いと思いますで7号歩に対してまあ、取らないんですねで、えー、これ前の時前の講座でも出てきた筋なんですが、えー、先手は3号歩と伸ばしていきます、えー、前の時に解説した時はこの4-6にいた歩が4-7だったんでより効果が高いんですね 3五歩とつくことによってこの7六の地点まで飛車が効いてるんで取り込まれても同飛車と取って逆に7筋の系統を反撃することができますよっていう話だったんですが今回の3五歩はその時の3五歩とは若干違う意味となっております例えば7六歩と取り込まれると4六歩がついてる形なので同飛車と取り返すことはできないんですねただしこの瞬間 3三,三角なり同桂3四歩とでえこの手に対してですねまあほっときますと後手は継存してしまうので4四,四角と打って反撃をするんですが、まあ、この時に先手は3三,三歩りとですね強く踏み込みます。で 2六角と飛車は取られるんですがここ2六角じゃなくてこのと金を取りたいんですがえ3三同金は銀型だで同角と取るのは飛車取りがなくなるので普通に8八銀と受けられておくと経存だけが残ってしまうとなりますねまた同銀と取るのも2一飛車なりが先に大手となりますね3一歩と受ければその瞬間8八銀と受けておいても良いですし また3一金とですね先手を取ったとしても2三角と離して打つ手が良いですね3二に合駒することはできません同角なりでこう取り返せませんよね王様が取られてしまうので逃げて金型だとまた2三角に4二玉と逃げたいんですが3一竜同玉3人金で詰みとなってしまいますね ですから3、えー、一金と先手を取ることはできないというのでこの3三,三歩なりを取り返すことはできないんですね。そこで後手は2六角と取りますが3二と金同玉と玉を薄めておいてまあ飛車は渡すんですが先手にとっても角金桂持ってますのでこの瞬間例えば2三歩とか叩いて攻めてもいいですしまた。 えー、6六角とですね7七の地点を補強しつつ次の2四桂とかを狙ったりしていくというのもありますし単純にですね4五桂と桂馬を使って次の3三歩を楽しみに攻めていくという手もあります。これはそうですね先手の方が少し良いいと思いますですでから後手としてはえー 飛車とですね1回飛車を引いて受けます。まあ、7五歩と取られてしまうんですが6五桂と跳ねておけばいつでも7七歩と叩くことができるので攻め味は十分ということですね。とりあえず3四の地点を受けたいというのがこの一点の狙いとなります。ただですね、えー、その高橋九段が得意にしている指し方はかなり激しくて。 一例を示しますとここから3三角なり同桂で飛車がいても構わず3四歩と突くんですねで同飛車5六角とですね飛車取りに角を打ちますはいで飛車が逃げると3四歩を狙っていくというのがこの戦いの基本的な攻め方となります はい、ただですね、まあ、この形になりますと、えー、先手の角が飛車取りでしてこの桂馬の頭狙われてるんですね例えば、えー、2 5飛車と逃げても3四歩と打たれてしまうとで桂馬の頭を狙われつつ先手の飛車がですね2筋にも効いてますのでこの飛車と角が働いてる形だとちょっと後手が辛い感じがします。すそこでで後手はですね、一工夫します。 まあ今のような形をですね頭に入れといてこの3号歩と突いた瞬間にですね後手は一回2号歩と打ちますはいこの2号歩という手がですねえー横歩取りまあ特に8号飛車戦法で出てくる手筋の一手となってますので是非覚えていただくと良いと思いますはい2号歩自体ですね先手は飛車も 桂馬も効いてる場所なんですねで一方の後手は何にも駒が効いてない場所なんですね。えー、2五歩ただに見えるんですが実はでも効果的な狙いがあります例えば2五歩を同桂とですね桂馬で取りますとその瞬間角取りになってるんですがその瞬間に8八角成と交換しまして同銀に。 2四歩と打つとですね、えー、逆に先手の桂馬が死んでしまうんですねはい邪魔な角がいつでも交換できますので狙われてる角がいなくなった瞬間に2四歩で取られてしまうということになりますしたがって桂馬で取ることはできないんですねでじゃあ同飛車はどうかと言いますと同飛車と取らせることによって まあ後手は最初から8五飛車戦法なんですが、えー、先手も2五に飛車を持ってくるとはいこれ例えば玉が5八にいるとより効果的ですよね角を交換した後に3六角と打つと大手飛車取りがかかるとただし6八玉型でもかなり効果的になりますどういうことかと言いますとこの2五の地点っていうのはですね 後手にとっていつでも桂馬が跳ねた時に当たりになる場所っていう意味なんですね。ですからここで7、6歩と取ります。はい、先ほどですね、ちょっと戻しますね。2、5歩打たずに、この局面で7、6歩と取ると3、3角なり、同計3、4歩とですね、先手に攻められてちょっと苦しいという話をしたんですが、 1> 1回です、ね、2五歩と打つことによって同飛車となって7六歩と取りますと3三角なりに同桂と取った手が飛車取りの先手になるんですね。えー、これが非常に大きいという意味になります、まあ、ちょうど戦いが始まったところですので、まあ、2五歩とですね一歩は犠牲にするんですが。 まだ後手に取って歩を2枚と持ち駒がありますのでまあそこまで一歩の価値は高くありませんのでえ歩を犠牲にすることによって一手稼ぐと。で飛車が逃げたりしたらそこで例えば4四角と打って3四歩とつけない形にして9九の強取りを狙いつつえ6五桂と跳ねていくような手も狙えますしえ4四角。 8, 8銀に 3, 飛車と取ってですね逆に桂馬の頭を狙うこともできるとえ3六歩と受けるとまた飛車を逃げた手がえ先手の飛車取りになってますよねこのようにえ一手を稼ぐというのがですね結構大きい意味を持っていますですからえ後手側を持った時にですね え例えばえ3三角成同桂取って同桂で例えば3四歩みたいに角交換をされて3三同桂と取った後に何かいい手があるっていう局面になりますとえ困ってしまうのでそういう時にですねこの2五歩というのがえ効果的な一手となります。 はい、ですから先手は同飛車とか同型と取るとちょっと困ってしまうので飛車を逃げますただしそうですね3-6飛車とですねこちら側に逃げるとまあ、逃げる手がないこともないんですが、えー、後で例えば取られそうな狙われそうな角を交換して取って2-8角みたいな手もありますし、えー、平然と 7-6歩と取られて3 3角なりに先ほどはですね2 6に飛車がいて飛車先が直通していたので桂馬で取るよりなかったんですが今度はですね同銀と取る手もありますよね同銀3 4歩に2 4銀とか逃げておいて次にですね先手が何かやったら3 5銀とですね飛車を狙うような反撃なんかも考えられます。 ですから結構歩が効果的となりますえー、でこれに対して先手はですね3六に逃げてもえー、後でこの飛車が浮き駒で狙われやすいですので、えー、1六飛車とこちらに逃げます。で、えー、後手ははいこのような感じで、まあ、戦うのがですねえー、先手にとって まあ1六飛車ちょっと変なんですがここが逃げ場所となっていきますまあただですね先手にとってもうんそうですねここで1六飛車とか逃げておくと後手から今のように3六歩まあ3六でもいいですか3六飛車分かりやすくこちらにしましょうか3六歩と取られて3三角成と取っても同銀とですね銀で取られてみると せっかく3筋から攻めようと伸ばした歩もあまり効果的ではないのでえちょっと戻ってですねえ先手の方もですね一工夫するんですねですからここで先に3三角なりと交換しますはい今交換すると銀では取れないということですねですから同桂と桂馬をまあ桂馬で取る一手としてそれから3五歩と突くというふうに まあ細かく見えるんですが実はこういうあたりの「一手一手」っていうのがえかなり重要となってきます。「ってえミスをするあの定石だと思ってもですね手順がこうろう覚えですと「一手一手」にかなり細かい意味がありますのでえその意味を正確にですね盤上に表現できなくなってしまうので。 指し手の手順だけ覚えるのではなくて今のように1手ずつ細かい意味を覚えておくと、えー、必然的にですねどういう手順で順番で指すといいかっていうのが分かるようになっていきますはいで今はですね、えー、先手も後手もちょっと工夫したんですねで3五歩に2五歩と打ちます はい、ただまあ今度の2五歩、まあ、同桂と取ってしまうと同桂同飛車となって、えー、3四歩と伸ばして桂馬をですね筆取りたかったところ桂馬交換となってしまうので、まあ、先手も面白くないので飛車を逃げるんですが、まあ、3六に逃げる方が3四歩からの当たりがきつそうに見えるんですが5四角と打たれてですね飛車が逃げるとえー 36歩と。逆に桂馬を狙われてしまう。また45歩とつくとその瞬間76歩と取られるんですね。で34歩には。4号桂と取られてまあ同型に同飛車とか同角が厳しいですよね。まあ同角が単純に飛車取りにもなりますし、同志社と取る手もまあ飛車取りではないんですが、次に先手が何かやると。 49飛車なりと金を取る手がこの4五の飛車で隠れてた角が飛車取りになってますので同銀3六角と取ると7六歩の効果もあって先手玉狭いですね次に6九に飛車とか金を打たれると詰む形となってしまいますまた4五桂にですね羽ネ違い 2五桂と跳ね違って次に3三歩り狙いますよっていう手も一瞬考えられるんですがこれも同じようにですね5七桂りという大手が4五の桂馬がいなくなると3六角と飛車を取る手になりますので大手飛車取りになってしまいますね。同玉はい3六角となると先手のまあ勝ち目はないですね。 まあという,ふうにですねまあ本来なら3六に逃げたいんですがやっぱり浮き駒だと狙われやすいので1六飛車とですね角のラインに入らないところに逃げておくというのがえいいと思いますま。このあとはようやく8四飛車と飛車を引いて3四歩同飛車5六角3五飛車3四歩3 三六歩とまあ、お互いに系統を狙う攻め合いとなっていきますまあ、これはこれで非常にいい勝負ですね、えー、この形を得意とする高橋九段はまあ、罪まで研究していたりという風にですねかなりえ激しい順になりますまあ、あの詳しくはですね定石書八号飛車の本を読んでいただきたいんですがまあ、一例を示すと例えばここから 歩三三成3七歩成3二と金同玉3四金に3八と金で飛車を取ると5九と金と取った手がですね次に先手玉詰めろなんですね例えば何か先手がやりますと5九角6九玉 角と打ってるからの方には逃げられません、ね、で5八に銀を捨てて同玉4八と金6九玉5八金までの詰めろとなってしまうとなので先手も飛車は取りたいんですが、えー、詰めろがかかってしまうので、えー、ここでは一回3八金と手を戻しますでこれに対して5五飛車と逃げておくと。 まあこのように進んで、まあ、お互いに何て言うんですかね自陣を顧みずに一直線で取り合いをしたんですがまあバランスが取れていると、えー、その棋士その棋士によってどちらを持ちたいかっていうのが分かれてくるんですね。えー、高橋九段は当然後手番でこの線形を多く指してますので、えー、後手の方が良いと思ってると。 で一方で先手の方が良いと思って指してる棋士もいたりして、まあ、バランスが取れてると思いますね。はいこのように、えー、6八玉型、まあ、8五飛車先法に対する6八玉型も、えー、非常に、まあ、優秀でですね結構、えー、7五歩の順も前回解説した5五飛車の順もですね激しい展開になるので。 まあそうですね細かい手順や、えー、定石などについては、まあ、簡単に解説したので、まあ、基本的な考え方と、えー、2五歩のような手筋を覚えていただいてですね、えー、詳しく読んでみたい調べてみたいとかこの戦法を えー、メインに指してみたいという方は是非、まあ、定石書を読んで、えー、詳しい手順を覚えていただけたらと思います、えー、今回は以上となります。